Thank you.
水面下でちょこちょことやってました。で、私はFacebook だとか X、今で言う X ですかね、Twitter とかね、そういうのをずっとやってたんですけども、そこではあえてメンバーとか顔をさらさず、しかも私がやりますとも言わずですね、少しずつこう告知はしてたんですね。なまあそういうふうに誰が出るって言わなかったおかげで、自分たちのバンドで呼んだ人数何人ぐらい、片手で足りるぐらいしか呼べてないんですけどね。そんな感じで、今日初のお披露目ということで、CCB、実はこのバンドに誘われるまで私自身も CCB は1曲目にあったロマンティックが止まらない、ね、あれしか知らなかったんです。本当に何も知らなかったんです。でもね、今2曲目にあった曲とかでちょっとなんかおしゃれっぽくなって、かつなんかちょっと可愛くてかっこよくて、ね、
とね、こんなおしゃれにこう踊れそうな曲がかかってみたりとか、本当まだまだね、たくさんのいい曲があるので、まあ、せっかくの機会ですから今日こうやってね、皆さんにお披露目したいなと思って今日やっております。でね、こうやってさっきにもね、人が喋ってる間になんかいきなりドラムが始まってね、ひどい話ですよね、喋るなって言われて、喋、まあ、んなくていいんだったら喋らなくてもいいけどさ、だからじゃあ、え、喋っちゃ、あ、喋ってる、あ、そうなの、ね、はい、ということで喋ります。メンバー紹介とかしないのね、リーダー、はい、しますか、はい、はい、え丸投げ、当たり前、紹介してくださいよ。一応あの歌とドラムやってます、マコです。はい、はい、マイクはないですか。ベースのですね、ふとしさん。はい、ふとしさん。それから、キーボードのゆなちゃん。ゆなちゃんはこれからもまだあとね、2つぐらいバンド出るのでね、今日は隠れゆなフェスと言われてます。はい。で、次の曲はね、大体曲を置いてからに、ね、あ、すみません、間違えました。影のリーダーは、いや誰がハゲてるの、ハゲてないそんなにハゲてない、そう言ってないんですけど、まなぶさんです。Thank you.
聞こえてないかそういえばさ、さっきさ、楽屋でさ、写真撮った時にさ、あれ失敗したよね。聞こえてない。あ、聞こえてない。暗いから分からないから、出してると、ね、そのうちカウント入ると思う、気をつけてください。事例でもええって言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ね、次今のところヒーヒーフー予定はありません。ありませんって言いながらも、あのお声がかかればメンバーの都合が揃えばつけば、ね、まあ、いろんな大人の事情を抱えてますので皆さんそれぞれ忙しくはしてるんですけれども、あの基本あの断らない姿勢なんで、ぜひヒーヒーフー、まあ、これを機にですね、お尻置きいただきますですね。声をかけていただきたいと。いや、ここではね、あの最後の曲だから、そうです、ちゃんと、はい、ね、いきなり今ね、入りそうな予感でした。ちょっと嫌な予感でしたんですよ。なので、あのカウント入らないでねっていうか、あ、リーダーから何か一言ないですか。リーダー、頼むよリーダー。そうですね、私の希望で、あのお忙しいメンバーがこうやって集まってくれました。嬉しい、ありがとうございます。なんか2回目もできたらいいなって思っているので、何かあのイベントごとで来てほしいなっていう方々いらっしゃったら一声ください。あの最後の曲です。はい、最後の曲です。あのラッキーチャンスをもう一度って、割とあのロマンティックバリに有名だったはずらしいんです。らしいってね、私も聞いた話じゃないんですけどね。
はい、ということでせっかくですので最後の曲皆さんも盛り上がってぜひお聴きいただきたいと思います。